はい、皆さんこんにちは、西村です。昨夜新潟に一旦戻ってきました。まだ第2部の旅の途中なんですけど、新潟で用事があったんで、一旦戻っております。今ここはギークハウス新潟というシェアハウスです。と、昨夜はね、おでんいただきまして、住人の方が作ってくれまして、かなり練り物率の高い非常にてんこ盛りなおでんでした。美味しかったです。はい。で、一晩明けてですね、この間前回撮った時の続きから言うと、栃木県の足利市に、ハーベスト、プレイスという、ショッピングセンターがあって、そこのなんとショッピングセンターの中にあるコワーキングスペースのスポット3に、お邪魔しました。あ、おかえりなさい。はい。で、こちらね、ユーストリームスタジオもあるということで、その場で、撮影した模様は、上がっておりますので、ネットでご覧いただければと思います。で、そこを立った後ですね、一路一旦足利駅周辺をブラブラ散策して、そこでその足利銘仙という、着物ですね、今なんか作り手が途絶えちゃってできてないらしいんですけど、既存の、既にある足利銘仙の着物を使った、街歩き散歩イベントみたいなのがあって、でそちらをちょっとちらっと覗くためにですね、足利駅周辺をブラブラしてました。本当にその石畳のある、街並みが実はその中にあって、でその先にね、とても神社仏閣が多い土地柄なんで、例のね、足利尊氏さんのゆかりのある場所ということで、で本当に古い建物っていうんですかね、かなり室町幕府からのそのゆかりのある建物とか残ってるということで、特に面白かったのはその足利学校っていうんですか、その日本で最古の大学と言われる建物があったりとか、あとはその藤の花ってありますよね。すごい広い広大な藤の花を擁する、フラワーセンターもありますし、本当にいろいろと見どころがある土地柄でした。はい。で、そちらをふらっと寄った後、宇都宮市の方に、宇都宮の駅の方にですね、移動しまして、でこちらの方にはもう今年の11月、2012年の11月にオープン予定だという、コワーキングスペースの倉庫さんにお邪魔しました。SOCO と書いて倉庫と、名前から察するに、そのやっぱりそのまんま倉庫のような場所に、皆さん手作りでペンキ塗ったり、あとその荷物の上げ下ろしをする吹き抜けの空間もあるので、そこをどうやって活用しようねとかっていう話もあったり、あと3階建てなんですけど1階が飲食店でやろうということで、地元の方とかですね、そこを飲食店カフェというような形でやって、人がね来やすいような動線を図ったり、あと2階はラウンジで、3階がコワーキングスペースにするらしいんですけど、例えば3階でコワーキングスペースで打ち合わせが必要な時に2階のラウンジに降りてやったりとかいうような、使い方も考えてらっしゃるようでした。で3階にはね、大きなテーブルが3つあって、そのテーブルも手作りで切り出したものなんですけど、ジェリービーンズの形をした、3色のテーブルが用意されてたりとかして、非常にオープンが楽しみな感じでした。で代表のね、村瀬さんという方は、それこそ街づくりのコンサルティングをやってらっしゃる方で、そちらの方がね、代表にいらっしゃるということで、その街の拠点として、街おこしの拠点としてもなることがすごい期待されるのかなと。でしかもその栃木県の委託も受けてるっていう形でもあるらしくて、で非常にね、行政とも絡んで、いろんなことができるんじゃないかと思っております。はい。でここは倉庫さんと、あと足利のスポット3さんと、あと水戸とか、あとこの間自分茨城県の水戸とか、そこにもいらっしゃるらしくて、コワーキングスペースやりたいっていう話が、であと
群馬県のね、前橋高崎にもこの間私お会いしましたけど、コワーキングスペースやりたいという方がいらっしゃるので、結構北関東ネットワーク的なものができるんではないかと。そこにね、新潟の JJ リカフェ新潟もね、ちょっとお仲間に入れてもらって、うん、何かできれば面白いかなと思っております。まあ、いずれもね、東京とかあと北の東北へのアクセスがいい中継点の位置にあるので、幅広く連携取れるのかななんていうふうに勝手に思ってます。はい。で、そこから宇都宮の、やっぱり宇都宮といえばね、餃子だっていう話なんですけど、餃子も食べに行きました。うん。で、餃子まさしっていうお店に行ってきたんですけど、地元の人はね、有名なミンミンよりもまさしの方が美味しいよっていうふうに言ってくれたんで、まさしの方を食べに行こうかと行ってきたんですけど、焼き餃子と水餃子しかなくて、2つしか選べなくて、しかもビールとかないし、ご飯もないし、ただ餃子を食べるというだけなんですが、非常に焼きもうまくて、そこに水餃子も入れると非常にバランスよく美味しくいただけるのかな。普通の人でも2皿は平気でペロッといけちゃうんじゃないかなと思うので、皆さんどうぞチャレンジしてみてください。1皿200円ぐらいなんで安いです。はい。で、それから宇都宮駅の通路の中に、こう路上で遊牧をやっていたわらじさんっていう方がいて、笑うっていう字に道路の路と書いてわらじさんって言うんですけど、その方は仙台の人なんですが、全国を行脚してて、で、ところどころの路上で人の顔を見たり話を聞いて、そのメッセージを色紙に書いて、でそれもなんか筆で書くんですよね。非常にいい感じのテイスト で、お題はお気持ちでいただきますみたいなスタイルでやってて、非常に話をしてて面白かったです。なんかいろんな話もしたりとか、しかもなんかサービスエリアとかその高速道路自体でヒッチハイクをしながら移動してるって話も聞いて、すごいなとか思って、自分できるのかな、やってみてとかというふうに思いましたし、あとね、そうやって路上でやってるといろんな人が集まるみたいで、そこでもね、なんか16歳19歳の女の子とかもふらっと来て、おしゃべりしたりとか、すごい楽しい時間でした。またどこかでお会いしましょうっていう感じでお別れしたんですけど、非常に良かったかな。あと宇都宮の、東武宇都宮駅寄りの商店街の方にニュースカフェっていうカフェがあって、これは地元の下野新聞っていう新聞社の方がやってらっしゃるカフェなんですよね。で、そういうこともあって、各席には下野新聞が置いてあって、で新聞を自由に読めるし、あと備え付けのテレビには下野新聞のニュースヘッドラインが流れてたりとかして、非常にその情報発信という意味合いの濃いカフェだったんですけど、普通にコーヒーとか320円とかで飲めて、で、またそこに3階かな、3階に街中支局っていうフロアがあって、そこに下野新聞の記者が2人常駐してるわけなんですよ。で、周辺の商店街の情報を取材したり発信したりっていうのを担ってるということでした。うん。で、こういうこの新聞社がやるカフェって、実は他にね、共同通信社がやってる東京のカフェもあったかと思いますし、非常に面白いのかな。うん。ね、新潟にもね、新潟日報っていう新聞社があって、今度ね、社屋を新しくするということなんで、そういったね、カフェスペースもあるとなんか楽しいのかななんて思いましたし、自分もよく行ってますけど、新聞記者にね、JJ カフェとかそういうところに常駐してもらって、その時間帯ね、一般の人がネタを持ち込めるみたいな、そういう交流の場もあってもいいのかなっていうふうにいろいろと提案したこともあったんで、そういう絡みでね、なんか実現するといいのかななんていうふうに思いました。うん。で、そこから佐野をちょっとね、ふらふらっと揺りながら、佐野ラーメン食べれなかったんだけど、結局赤城高原サービスエリアでなんかなんだっけ、なんかのラーメン食べました。味噌ラーメン。うん。で、から、たまたま栃木にゴルフに来てた知人がいて、新潟まで送ってってもらいました。それで今新潟におります。ってな感じで、新潟にちょっとだけしばらくいて、また旅立とうと思いますので、また随時ご報告したいと思います。はい、じゃあお疲れ様でした。